一応セーラームーンとかゲームはね、プチプチをちょっとやろうかな。まあ私の好き勝手にやってたけど、まあ暇っていうかね、いろいろ考えることいっぱいあるんですよ、この社会を。とね、まあしんどいなと思うことがねありますよね。この体放置してるっていうのは良くないなと思ったね。あのいろんな出来事に巻き込まれる、本当にね。だからもう二度と出たくない、他の人も言ってる人いるけど、もう二度と生まれたくない、こんな地球には。うん、みんなアホみたいについていくしな、ゾンビみたいに。ワクチンのバイトでもついていくしね、ワクチンの周りも並んでたバイトですよ、ほとんど。でそこに並んだのが日本人の人で、あ、天皇とかね、あの菅とかワクチン打ってないよ、注射打った真似はしたけどな、へこむ針があるんですよ。まあいや、マジック、まあ、みんながアホだからしょうがねえよね。ゲーム教育だって SDGs 習ってるしな、創価学会ディップステート習って。はあ、義務教育ってね、みんながね思うようにはね、あの義務教育で日教組なんですよ。だって日教組立派な宗教団体ですよ、義務教育だから学校行くなって言ってんだよね。で教科書検定は中国がやってんだよ、教科書検定中国共産党ですよ、言っちゃ悪いけど。大学教授が日本人がおらないわけだからね。また准教授じゃなれたとしても、准教授の人はね、やっぱあのコマの仕事をしてるんですよ。だからアルバイトみたいなもんなんですね。本当は日本人が大学教授にならないかんのに、どうしてか中国人がなってるんですよ、うん、中国共産党系とかね。だからみんなが教科書を見てこう読んでるなと思う、中国共産党が検定したやつですよ。だから都合よくできてんですよね、今日の歴史の教科書とかね、うん、沖縄の首里城もそうでしょ。よく見たら本当は中国の色してんの、今考えたらと思ったね。あの沖縄って元の琉球王国だからね、あの独立した国やったんだけどね。でその後日本に編入したんだけどね。というわけで首里城見たら本当強くなってんなと思ったね。色使いで分かんの、色使いでね。他の人見てて本当そうだなと思って、今考えれば高校時代とかね、修学旅行行ったとこ沖縄だったけど、あら中国の崇拝してたわけで、本当行かなきゃよかったんだと思うね。だから今度修学旅行行かん方がいいよね。行ったらみんな変なへんてこりんのとこばっかり行っちゃ悪いけど、修学旅行も絶対行っちゃいけない。ディズニーランドはそう、人人身売買というかね、マクドナルドもそうだけど、よく修学旅行先行くとかみんな変なとこやって、今考えればね。ある高校はディズニーランド、ある学校はなんかなんだ、ああいう原爆ドームとか行くでしょ、うん、ああいうのはダメなんだなと思ったね、うん、もう何もしない方がいいってことやね、結局は。私はよく言うとニートになったらいいんじゃないって言うけど、まあニートになってもいつまで生きるか知らん、それなの。だから働いてもいつまで生きるか知らんよ。だから本当は人同士で仲良くなった方がいいよねって言ってるのね。なんか人がみんなお金だけ追っかけてきた、私も知らなかったから、みんなそうだったなと思うね。間違いだったなと思ったのは2020だったな。なんか違うなと思い始めたね、だんだんね。で今度の紙幣が一番気持ち悪い。私はこの紙幣一番使いたくない。だけど過去の紙幣も気持ち悪いけどね。野口英世もフリーメイソンだし、目を固め変えると色全然違う見方がね。都市伝説は全部本当だよ、これ。はっきり言って。YouTube じゃないよ。自分で探すんよ、これはね。うん、みんななんかで、